ご機嫌いかがでしょうか。ひろこの投資ゼミナールへようこそ。フリーアナウンサー大橋ひろこです。そして今日は元シティバンクチーフディーラー CK キャピタル代表の西原浩一さんと一緒にお送りします。西原さん、はい、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いいたします。2020年4月28日、今日は注目はオーストラリアドル、豪ドル、ポストコロナのトレード戦略というテーマで西原さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。西原さん、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ早速今日のテーマ見ていきましょうか。さあ、コロナショックで世界が金融緩和、そして2番目注目は豪ドル、その理由という大きく2つのテーマでお話を進めていきたいと思います。ではまず最初のテーマに入っていきましょう。コロナショックで世界が金融緩和。西原さん、本当に今こうやってね、リモートでウェブセミナーやるようになった、まあ、大変世の中が変わったわけですけれども、世界の中央銀行も慌てて政策を変えた、この3月4月という感じでしたね。まずはちょっと金利を見ていきましょう。はい、すごいですね。世界がゼロになっちゃった。まあこれを見ると日本は変わってないんですねっていうことですけど。そうですね。アメリカなんかは 1.75% がもう 0.25% 金利がないという感じですね。オーストラリアも 0.75 から 0.25。まあだけどこれ見るとほとんど今世界の主要国は金利がないんですね。0% ってことですね。そうなんですよね。しかも全部緊急利下げ。そうなんですよね。まあ、定例の会合を待ってられないというぐらいの混乱が3月にはあったということですね。そうですよね。はい。まあ、金利が安いというか、低くなるということは、まあ、借りやすくするという意味で、まあ、緩和政策、資金が市場にこう出回りやすくなるということでもあるわけですよね。まあ、その借りやすくなるっていうのもありますけど、まあ、大体、景気が悪くなるというか、マーケットに大きな負荷がかかると、リーマンショックの時は、金融機関同士のお金の流通が悪くなったので、資金を供給するということですね。はい、今回は、金融同士は大丈夫だったんですけれども、企業の間の、企業と金融の、流通の目詰まりが悪くなったので、はい、コマーシャルペーパーのところですね。はい、ここで、もう大幅に資金を供給したということですね。利下げをして借りやすくなるよりも、はい、もう資金供給の方が大きい。じゃあその資金供給の方をちょっと見ていきましょうか。はい。はい。FRB、特にこれアメリカなんですけれども、国債の買い入れだけではなくて、もうジャンク債とかコマーシャルペーパーとか、何でもフェドは買いますよっていうことを発表しましたね。まあ結局何でも買うってことですよね。後ほど財政の方もやりますけど、どんどんこう、ニューヨークなんかがひどかったんですけれども、まあ、ロックダウンに入ると、もう、指標者も出るし、もう、なんか2月とかはそんなにひどくなくて、中国の方がひどかったんですけれども、2月なんか、アジアの株は落ちてたんですが、ニューヨークの株ってまだバンバン上がってたじゃないですか。そうなんですよね。だからあんま関係ないのかなと思ったら、アメリカでこう、感染者が出たっていうところぐらいから始まって、ダーッとこう株が落ち始めたら、すごい早くて、ニューヨークがあっという間に感染者が広がると、もう株が、大幅に落ちてしまった。で、それに対して何でもやるっていう、利下げはするわ、それでも収まらなければ、まあ、何でも買うよっていうことなので、はい、まあ、それのスタンスがやっぱりアメリカが一番、はっきりしてるんですね。そうですね。ジャンク債まで買うっていうふうに FRB が発表して、はい、まあ、ハイイールド債、ジャンク債市場もすごい下がってたの、ドーンと V 字で戻ったりしてますけれどもね。戻りましたね。はい。そしてこれが金融政策という意味で、ものすごい大量の資金を、まあ、FRB は、まあ、ばらまくということを、まあ、矢継ぎ早に出したわけですけれども、財政、はい、政府の方がどう動いたかというのも、ちょっと西原さんに解説いただきましょう。まあ、これは3月6日、18、27、4月24と、もう、第1弾、はい、第2弾、第3弾、第4弾と、すごい早い。もうずっとお金を出しているということですね。はい、まあ、金額もかなり大きいということなんですが、まあ、自分の友達なんかも、まあ、個人では1200ドル、ちゃんといろんなこう条件をつけないでも、すぐチェックが送られてくるというふうになってますし、あと大きいのは、まあ、アメリカの友人が何人か、アメリカって割と中小企業が多くて、こちらの第3弾のところにもありますけれども、はい、中小企業支援、はい、こういうのもあるんですが、
自分の友人はそんなに、従業員を雇っていないので、はい、お金を貸してくれるって言った時に、一日考えたらしいんですが、はい、その時に、これはもしかしたら、ローンなんですけど、返さなくていいんじゃないかっていうのがだんだん分かってきて、アプライしたら、もう全然いっぱいで、はい、もういろんな人がアプライしたので、もう全然借りられない。はい。で、もうそこが尽きてしまったんですけれども、もう一回おかわりで、トランプさんがまた、はい、ローンを出すということなので、はい。まあ、これだけのことを、躊躇なくお金を出す、資金を、民間にもお金を出す、財政を出すということは、このコロナという、まあ、ショックがあって、今、ロックダウンして経済が止まってるんですけれども、その止まって、経済が少しずつ回復したときに、これだけ大きく流れているお金はどこに行くんだというのが、ポストコロナのテーマになっていると思います。はい。38兆円の中小企業支援は、なんかわずか2週間で全部なくなって、それでおかわりで追加で出してということで、この、まあ、第4弾って言われるところまで、もう総額2兆9000億ドル。すごい規模の財政支出をするということで、これは本当にこのお金が、まあ、皆さんのところに行ってね、生活の支援というふうになるのもあるんでしょうけれども、マーケットの方にも流れ込んでくるのかなという部分はありますよね。うんうん、はい。ということで、ここからじゃあ FX 市場では何をどう考えていけばいいのかということを西原さんに解説いただきたいんですが、今日のタイトルでもあるオーストラリアドル、ここに注目されているということで、その訳を聞いていきたいと思います。はい、さあ今回のコロナショックについてもう一度、西原さんに解説いただきたいんですが、はい、まあ今回のことで、まあ、いろいろ、金融とか財政いっぱい出すんですけれども、はい、今回のコロナショックは、とんでもないショックがあったので、リーマンショックの後のようにすぐ回復しないじゃない、しないんじゃないかという人も多い。うん、で、その違いをチェックするんですけれども、リーマンショックの時は金融機関の破綻はありました。で、今回は金融機関は基本的にまだ、ヘッジファンドが破綻したとはあるんですけれども、リーマンブラザーズという巨大な証券会社が潰れてしまったというのとは、今回は今のところは違う。はい。ただ、今回は、リーマンの時にロックダウンっていう、僕このロックダウンという言葉自体は知らなかったんですが、封鎖してしまうということをするっていうのはもう、ちょっと考えられないようなことが起こっているので、はい。これに対してアメリカは金融も財産もバンバンに出すっていうことになるんですけれども、うん、その決断が早くできる、躊躇なくお金を出せるというのは、やっぱり大統領選があるからだと思うんですよね。リーマンの時はオバマさんにもなっていた後なんで、はい、今は今年大事な時期なんですけれども、こういうことが起こってしまったので、もう、躊躇なく財政も出してくるというのがトランプさんのスタンスになっていると思います。はい。過去の大統領選挙で、はい、ここまで選挙前に株価が崩れて、しかも景気後退は多分間違いないだろうというふうに言われる中で、再選された大統領っていないんですよね。いないです。このままだとリセッションになるんだと、今までのアメリカの歴史だと再選は無理です。だけど、再選するんじゃないかと僕は思ってるんですが、おお、はい。はい。この対処の仕方が、まあアメリカ国民がずっと見てるということだと思うんですけれども、はい。はい。じゃあ大統領選に向けては、その矢継ぎ早にやったこの金融財政ということの、まあ、結果、まあ、功を奏して、まあ、生活も安定し、株価も、しかもマーケットも温かい感じになって、再選に向かうんじゃないかということですね。そうですね。まあ、例えば、ニューヨークの州知事なんかは最初すごい評判が悪くて、まあ、彼じゃダメなんじゃないかと言ってたんですけど、その後の対処がものすごく良くて、今や、彼は、クオモは民主党なんですけれども、民主党の、代表として彼が出た方がいいんじゃないかというぐらいまでになってしまう。クオモ、その時の一つですね、はい。はい。その時の決断によって、かなり、やっぱりこれだけの緊急事態になると、その時の決断によって、評価が大きく分かれる。ね、はい、はい、
次のスライドにね、それがちょっとまとめられているわけですけれども、はい、つまり、都市封鎖によって、まあ皆さんのストレスって今すごくこうね、高まってきてしまっていますけれども、まあコロナの感染拡大を封じ込めるため仕方がなかったとはいえ、経済がこれではダメになるということで、躊躇なく財政支出を行ってばらまいているというのが現状ですね。そうですね。普通は金融緩和も私も財政を出すのは、うん、そんなにバンバンに借金しまくってお金を出すっていうことに対して、例えばアメリカの共和党なんかは嫌いなんですよね。だけど、うんうん、今緊急時なので、バンバンに、まあ、出すということができる。じゃあ、そのお金は一体どうなるんだろうっていう。まあ、当然お金がない人のところに返さなくてもいいようなローンになっていて、まあ、あるんですけれども、これだけのお金がお金、市場に流れると、やっぱりある程度のお金はリスクアセットに流れるんじゃないかというふうに考えています。ですね、はい、はい、リスクアセットということは、まあ、例えば株ということになりますよね、はい、リスクアセット、うん、はい、まあ、株は今確かにダウ平均はまあ半値ぐらいまで戻って、でナスダック総合指数っていうのは今年の2020年の年初の寄り付きにあと一歩ってとこまでもう戻っちゃいましたね。ナスダックなんかは戻ってしまいましたよね。はい、はい、ということで、じゃあリスクアセットが戻るマーケットがやってくるならFX、為替市場ではどんなことが考えられるんでしょうか。はい。まあ、ロンドンの連中とも、まあ、僕がメインに、彼らの意見と一緒だなと思ったのは、オーストラリアと、シンガポールの連中と話してて、これが合ってるんじゃないかと思ってるんですが、お金は株と、もう一つはコモディティに流れる。コモディティに流れる。商品ですね。はい、これは大橋さんに前、原油が落ちてるじゃんって言われたんですけど、原油は政治マターなので、はい、僕らの間では、原油というのはコモディティに入れてないんです。原油を入れてるから、コモディティじゃないんです。はい、原油は、政治の道具だと思っているので、確かに。はい、まあ、景気の、景気が良くなる、景気が悪くなるっていうのは一つの、じゃあ、先行指標として見るのはカッパなんですけれども。カッパ、銅ですか？銅。銅ですね。はい。はい、で、次のチャートを見ていただくと、このチャートは非常に相関性が高いんですけれども、まず赤と白のラインはオーストラリアドルと、銅の価格を示しているんですが、はい、この3月19日一番安いところをつけたのが同じ日につけてるんですね。あ、3月19日に 5ドルと、LME の、まあ、銅取引同じ日に同じ日にそこを売ってるんですね。はい、このそこを打ってるのが3月19日でそこを打ってるっていうのは、実はオーストラリアの中央銀行である RBA が利下げを行った日なんですけれども、はい、利下げを行ってオーストラリアドルが当面の安値をつけた日と銅の安値をつけた日が一緒で、その後回復しているのも一緒、はい、まあ景気先行指標として見ているので、まあいわゆる炭鉱のカナレーとして見ると3月19日以降に銅が戻っているんであれば、後から株が戻るし、あとからクロスで戻るし、はい、僕なんかは、オーストラリアドルは通貨の中で先行指標だと思ってるので、はい、オーストラリアドルが上がってると多分ドル安になってくるんだと思うんですけど、これから。はい、株も強いし、コモディティの方にお金が流れていって、オーストラリアドルが先行してドル安になるんじゃないかというふうに思っています。はい、はい、銅価格がやっぱ上がってくるというのは、基本的にはこれ、ドクターカッパーって言われる、景気の先行指標というふうにもね、言われる、まあ、商品なんですけれども、ね、本当にその景気が良くなって需要喚起されないと上がんないんじゃないのなんて思ったりするんですけど、そこはあんまり大丈夫なんですか？景気本当に良くなるんですか？あ、いや、これはそのお金が流れていって、これ、こういう株とかコモディティに入ってくるのもあるんですけれども、世の中はっていうか、うん、こういうマーケットっていうのは、その景気が良くなるのを確認してからお金が入るわけじゃないので、はあはあ、先行して入ってきて、実際に景気が良くなるのはもうずっと後っていうことなんですが、はあ、はい、これから今、ニューヨークも感染者数がピークになりましたし、フランスとかイタリアとかも感染者数が随分減ってきてるじゃないですか。ピークアウトした感じ。はい。そうですね。トータルでは減ってないんですよ。ですけど、増減する、感染者数が減ってきているので、はい、どちらにしても、アメリカは5月の、下旬。例えば今だと、ジョージア州とか、
モンタナも今ロックダウン解除してるんですが、だんだん解除してきている。はい、で、これが遅れても、だんだん解除していくんであれば、例えば、遅れたとしても6月、7月までに解除するんであれば、経済が、トランプさんの言い方をすると、リスタートするという言い方なんですけれども、はい、解除してくると、株も戻るでしょうし、生活も戻ってくるということなので、それに、それより先駆けて、お金は動くので、そうすると、銅の需要が来るよりも先に、先物なので動いてしまう。なるほど。じゃあ、はい、決して、現実を反映する、今を反映するというよりは、もう、ダクターカッパーは先行指標、先々を読んで、まあ、底入れして上がってきてるんではないかということですね。そうですね。そもそもマーケットは、今現在映しているものではないと思うので、将来を反映しているものなので、今現在が悪くても、将来がどうなるのかというのを、先行しているということですね。あと西原さん、はい、ちょっと気になるのは、オーストラリアここまでね、急激に緊急利下げして 0.25% まで政策金利下げなきゃいけなかった背景には、まあ、このコロナショックもあるんですが、昨年だいぶ山火事を問題になりましたよね。はい、もうずっとかわいそうな感じで、まあ、オーストラリア有名なね、はい、動物さんたちも焼けちゃったりなんかして、ね、非常に大変で、はい、だけどそのもう1月の末ぐらいからオーストラリアのファンドマネージャーに聞いても、はい、もうそんなことはなくてもう随分回復してるし、ドネーション寄付も集まってるし、はい、沈下するのは目の前なんで、なんでマーケットが売ってるのかわからないと言ってたんですけれども、はい、ちょっとこのオーストラリアドルは、森林火災もあるしコロナもあるし悪いことばっかりが続いて利下げをしてたんですが、はい、基本的に売られすぎたので、もうすでにオーストラリアドルはもう1000ポイントも戻ってるんですが、はい、反発も激しかったということですね。売られすぎたということが一つあるわけですね。じゃあそのどのぐらい売られすぎたかということを、ね、オーストラリアドルのチャート月足ですね。はい、これで解説お願いします。はい、はい、このオーストラリアドルっていうのは年初から、まあ、2月ぐらいから、自分も含めてオーストラリアとシンガポールの年中がオイズの会を狙ってたんですけれども、はい、レートとしては、2011年の、高値 1.1081 という高値があるんですが、はい、それからオーストラリアドルはずっともう基本的には下がってるんですね。はい、でその高値から、マーケットで大体50% 戻しとか、はい、いろいろそれがかなり効くんですけれども、はい、1.1081 の、50%というのは、0.5541 という数字になるんですね。はい。ということは 0.55、これ月足なんで 0.55 ちょうどぐらいのレベルはかなり、サポートになるんじゃないかということで、そのあたりに来ると大勢を買ってみようと僕らはずっと待っていて、はい、で3月19日というのはオーストラリアドル、オーストラリアの中央銀行が、利下げをする日なんですけれども、緊急でね、はい、緊急で、で、はい、利下げをした時の安値が 0.5510 で 0.55 割れないのを見て、自分たちも含めて割とこう狙ってた連中は一斉にオーストラリアドルを買って、ショートの人はみんな買い戻したので、あっという間に1000ポイント上がった。これ以上悪いことはないということですね。はい、で、それにつれて銅も上がるし、世の中がちょっと、オーストラリアドルが今回も先行して戻してきたというふうに思っています。はい、はい、この2011年につけた高値から価値が半分になったというところなんですね。そうですね、まあ価値が半分になって、それ以上の悪いことってあるのっていう、ぐらい、まあ、いわゆるマーケットでいうとプライスインっていうんですけど、すべ、はい、て織り込んだ、はい、悪い材料をすべて織り込んで半値になったので、それ以上落ちることは難しいんじゃないかというふうに考えたということですね。もう、はい、ゼロ金利にもなってしまいましたし、まあ、利下げした日に、ボトムアウトするっていうのはなんか象徴的ではありますね。バイザーファクトということですね。はい。はい、噂で売って、実質で買い戻すという。まあ、そんな形で、はい、銅も同じように、銅よりも、王子の方が先に実は動いてるんですけれども、王子が上がり出すと銅が後からついてくるみたいな感じなんですが、はい、オージードルを見てると、多分、今までの、投資資金、まあ、躊躇なく資金供給をしています、金融緩和をしています、当然、ロックダウン後に経済が動き出した時に株にも入ります、コモディにも入ります。で、通貨に対しては多分大手に一番お金が入るんじゃないかというふうに思っています。
はい、はい、ということで、オーストラリアドルはこれ短期的にではなくてもう中長期的にこれ10年のなので 0.5510 っていうのは、はい、まあ短期的にじゃあ今日買うかと言われるところも1000ポイントも上がってるので、はい、ちょっと戻しを待ちたいんですけれども 0.5510 っていうのは、ここ数年の、ボトムをつけちゃったんじゃないかというふうに思っています。はい、ということで、はい、じゃあこう少しね押し目がねこう深く入るようなところではもう買って、こうこの大きな数年の戻りを取りに行きたいということですよね。はい、そう思っています。はい、ということで、はい、ここからは5ドル。そうするとまあ反対側にあるドルがやっぱり安くなっていくっていう考え方でいいんでしょうかね。そうですね、今週のね FRB では下手するとマイナス金利になるんじゃないかという噂まであるんですが、はい、まあドルは基本的に、売られるでしょうけれども、もうこのところこう、ポストコロナというのは元のね、はい、今日もさてで伊藤教授が言ってましたけど、ポストコロナ、コロナの後っていうのは元の世界に戻るんではなくて、はい、新しい世界になって、どういう世界になるのかっていうのが変わってくると思うんですけれども、はい、ちょっとそんな形で、今までのようにこうドルが売られるんだったら全部の通貨に対してドルが売られるかどうかはちょっとまだわからないですね。はい、はい、じゃあまあストレート通貨いわゆるタイドルで選ぶなら今は5ドルが一番いいんではないかということでと思います。はい、はい、クロス円で5ドル円というふうに考えたときはどうなりますか。5ドル円でいいと思います。はい、5ドル円でもいいですか。はい、それはさっき言いましたけど、うん、ドルが売られるとみんながドルが売られるんではなくて、うん、ドル円はあんまり落ちないと思うんですよね。ああ、はい。はい。今までこう、リスクオフであれば、ドル円が下がって、リスクオンであれば、ドル円が上がって、ということだったんですが、コロナショックの時に、はい、実際に101円まで行ったんですけれども、はい、110円まで戻ってしまうという相場をやってると、日本人がレパトリエーション、日本の企業の方が、円にお金を戻すときは当然円高になるんですが、うん、海外勢がリスクオフになったときに、株が落ちたときに円を全然買ってこないので、はい、円がリスク、避難通貨であるというのはもう、これまでの常識とは、短期的には動くんですけど、AI が、はい、もうシステムが動くんですけど、そういう感じではなくなってしまうのがポストコロナ。なので、はい、他の通貨がドルが売られても、ドル円も当然ある程度は売られるんですが、落ちきらないんじゃないかと思って。確かに、今回のコロナショック、はい、あれだけの衝撃だったのに、ドル円相場100円割らなかったですもんね。以前だったらもう95円ぐらいいってると思うんですけど。そうですね。うん、じゃあ、ドル円があんまり動かないというか、あんまり円高にならないということを考えると、5ドルドルが上がるというふうに考えれば、5ドル円も、買って大丈夫というか、妙味ありということになりますかね。だと思います。はい。今なんかもっと言うと、そういうクロス的に難しいんですけど、はい、ユーロオージーが売られて、はい、オージー円が買われてっていうか、まあ、スイスが今売られてるんですけれども、オージースイスがすごく動いたり、なんかこう、そういうクロスが、はい、ドルを返さないクロスも大きく動くようなのが、ポストコロナじゃないかなというふうに思っています。はい、はい。ということで、いろんな通貨ペアがあるのが FX ですからね。まあ、ね、5ドル絡みっていうのは非常に注目かもしれないですね。はい。はい。ということで、今日は西原さんにお話を伺ってまいりましたが、西原さんは、日々メルマガで情報配信されてますよね。はい。2つメルマガ出してるんですが、左側はダイヤモンド社から出していて、はい、右側は FP ネットさんというところから出してるんですけれども、はい。短期的なデイトレーディングにも対応していますので、ご興味がある方はぜひよろしくお願いします。はい。まあ、はい、今日ね、どのぐらいどこにオプションがあるから今日までは動かないだろうとかね、非常にそのマーケットに即した、まあ、話題をメールで送ってくださいますので、私も読んでますので、はい。はい、はい、ありがとうございます。皆さんね、こちらも、関心がある方は、ググっていただければというふうに思います。ということで、はい、今日は西原浩一さんをお迎えしまして、FX のトレードアイデアについてお話を伺ってまいりました。西原浩一さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。またよろしくお願いいたします。さて皆さん、ひろこの投資ゼミナール、その都度都度の、旬のテーマに合わせてゲストの方をお迎えしまして、いろんな、コンテンツをお送りしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日はご覧いただきありがとうございました。